もう一緒に遊んでも大丈夫だよ。誰か、今度は女の子。で違うんだよ。また同じ場所に現れるなんて常習犯かもしれないわ。通学路だからよ。登校中の生徒を狙ってほら僕小学生だよ。あんな小道具まで用意して盗品かもしれないわ。違うよ。何してるんだ貴様。いかにもな風体だな。署で説明してもらおうか。違う、俺は娘を見守って。パパパパパパです。本当にパパっす。全く似てない。嘘くさいな。お姉さん、元気出してください。はいどうしたんですか。花ちゃんの手すべすべで気持ちいいね。気持ち悪い。違うよ、変な意味じゃないから。いきなり何なんですか。終わらせるから採寸させて。近づかないで。それ以上近づいたら通報するから。ちょっとひなた助けて。というかお前一瞬目いっぱい取るタイプだろう。まあノート取ってるだろう。ほらいいやつ。これからはお前を頼ろうかな。ジュースの一つでもおごるぞ。いらん。ゲームソフト貸してやるから。いらん。こっち。違う、今すぐやめろってことでマスククリアの練習をな。そっか、それなら最初から言ってくれたら。お前らに笑われるのはしからな。笑わないよ、むしろ言ってくれたら手伝うのに。マジか、助かるかも。それで何をしたらいいの。それじゃあ暴れないの。ジタバタしないで。もしもし、警察ですか。そういや今日店閉まってたけど。ああ、実はお母さん商店街の人たちと旅行中で 2,3 日帰らなくて。何、もしかして俺今日小野寺と二人っきり。もしもし、警察ですか。家の中に不審者がいます。待て、誰が不審者だ。なんで現場にいるんですか。さっさと出てってください。ハル、一条さんは私のお見舞いに来てくれたんだよ。ちっちゃい。なんか迫力に欠けますね。明日ナマズでも捕まえてきて放り込んでみるか。ダメだよ。遅くなりました。キー君が遅いなんて珍しい。警察に。分かった。まず話を聞け。クソ、どこへ行った。まったく人の話も聞かず。おい見ていたぞ、あの小娘と一緒にいたの。聞きたいことが。おい、そこか。確保しろ。違う、だから私は何も。ああ、なんだてめえ。いいから乗りなさい。入るわよ。おはよう、キサラ。おはよう。あら、ひなちゃんはどこ？おはようございます。ゆうべは楽しかったですね、お兄さん。ちょっと怖い時もありましたけど、いろいろ教えてくれて嬉しかったです。ティナ？警察に通報するから。ちょっと待てよ、夜バージョンのティナと一緒に喋ってただけだよ。じゃあね、にらめっこにらめっこしましょう。アップ。もしもし、警察ですか？何通報してんです？にらめっこでしょ。またエリスの勝ち。天空線、約束は約束です。うるさい。もしもし、警察ですか？今小さい女の子が襲われてて。ちょっと待って、その後に真冬さんなんですよね。ええ、真冬さんのスカウトなんか手強かったですね。お話がですね、そのなんで警察呼べ。あの時は本当に怖かったです。新しい仲間です。犯罪じゃないですか。2年2組、ここですね。お嬢様、今から緊急学級会を開きます。議題は増えすぎたハムスターについて。昨日まで休んでたくせに仕切ってんだよ。ちゃんとくにーし。お嬢様、ご立派です。俺はこういう生き物が好きなんだ。片なし君が女の子さらってきた。警察。違いますよ、迷子です。迷子？休み中の宿題全部終わった？うん、終わったよ。ねえ、見せて。お願い、見るだけ。見るだけで何もしないから。うん、それならはい。あれ、あつしくん？ちょっと見せてもらうだけだよ。エミが高校見学したいってんで聞かねえんだよ。ごめん、今日はつつ隠し。一生のお願い、ヨトお兄ちゃん大好き。笑い方が完璧すぎるよ。もしもし、おまわりさんですか？近所のルル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 ルさんについて情報提供をしたいのですが。そのかっこいいあだ名はどれの？冗談です。お友達の妹さんなら最初からいてくれたらよかったのです。まだまだ子供だな。何してるんだ貴様。いい加減にしてくれ。